僕たちはカレーの大好きな3人組です。3人揃ってタンドリーズです。今回我々タンドリーズの3人がお邪魔したのは大倉さん行きつけだというヘンドリックスカリーバーさん。そこで出会ったのはあの伝説のこちらの方です。私店員の南男と申します。あ、見たことあんなこの人どっか。僕も見たことあるんですよ。昔ね、昔なんか見たことある、はい、交互演で、うん、この番組はただただカレー好きなおじさんたちがただただカレーを楽しく食べるという時間です。その名もそうタンドリーズです。タンドリーズ。大倉君は音楽にも造詣が深いと聞きましたけどね、はい、そうですね。弾くんですか？この人ミュージシャンなんですよ。いや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 、何言ってんですか。南男さん、あ、南男さんのためにギター置いた。ギターあるからどう？アービンさん、ちょっと南男さんに、南男さんに、いや、南さん曲を送ってくださいよ。何南さんに、え、南さんですよ。いろいろ下げてもくれる。長尾下げてくれ。カレーを食べて、カレーにカレーを食べて、鼻つかれ一瞬、みんなブハってなってる。僕たちがタンドリーズ。タンドリーズっていう3人組をやらせてもらったんですよ。ジュアン・ジルベルトが亡くなったので。なんで知らない人にギター預けるんですか。そんなことない。南さん歌いたいかな。南さんなんか歌うんですか。南さんの前に大倉さんギターなんかこう知らないです、ね、さっきコードだけ弾けるってちょっと聞いたんで、なんかこう、あともう レコードもね、音楽大好きっていう。ねえ、これはいいんじゃないですか。あんた横尾忠則に似てるね。若い頃の横尾さんに。そうですか。その話詳しく聞きます。あれ、横尾忠則さんに似てる。似てるわ。あ、そうですか。それ言われたことないですね。あ、似てるわ。よー似てる。僕は大抵言われるのはネズミ男見ましたよって言われるんです。あ、私竹中直人君。一度もやったことないですよ僕。竹中直人君っていてね、はい、俳優さんのハゲた、はい、あの人ね、初代ネズミ男。竹中さんと3人でやってる番組なんですよこれ。ああ、あんた大泉洋さんね。違うんですよ。似てる。よく言われるけど違うの。言われます。本当だ、うん、でもね、横尾さんにも似てる。どう、いろんな要素入ってますね。いろんな、いい男だね、うん、ありがとうございます。へえ、直人さんちょっと竹中直人さんに似てますね。言われるよ、たまに言われますよね。だから知ってるの、うん、私たまにね、電車乗ってるから、中央線に、うん、ね、昔はオレンジ色の電車だったんだよね、中央線ね、うんうん、でね、国立にはね、スカラ座って映画館があったの、うんうん、その頃もよく何億変えてね、うん、その映画館に行ってたんだけども、その時代になんかみんなね、パンクセーパンクセーって何回か言ってね。であいつなんか肩になんか背負ってるぞっつって、なんかまだなんか知られてない時代から。そうですね、国たちのスカラ座でね。あ、もうないよ。竹中直人さんだから、あの国分寺あたりに住んでたんですよ。あ、聞いたことあるよ。あります、うん、そしてね、竹中君がね、国たちにもそれで引っ越したらしいよ。最初は国立に住みたかったって竹中君は言ってた。あのね、清志郎さんが国立に住、今めちゃくちゃ詳しいですね。あの国立に住んでたっていう情報をキャッチしてね、たまらん坂見に行ったりしてたんですね。なんかあのそっちに行ったらしいんだけど、家賃が高くてね、国分寺に変えたって言ってた。あ、そうですか。だからね、清志郎さんはね、国立に住んでたわけじゃねえって話を聞いた。西国分寺あたりだっていうのは聞いたね。聞いてないでしょ、あんた母に。いや、聞いてます、聞いてます。この人、人の話聞かないタイプ。国分寺の方が安いんですね、でも。国分寺、快速止まんのにね。うん、国分寺高そうなイメージですね。グッサはよく行ったよ。ああ。何を配りにね。また。こうやって。
またってなんだ。どうしてそんな何ばっか。私は何男だろう、うん。またってことはないよ。何年何日々が当たり前だ。そういう日々だ。何を何年配ってるんですか。そうさな。寝ちゃった。そっとしておきましょうね。あの 見えそうななんかこう危ない感じですね。うん、さっきちらっと見たけど、何男さん派手なパンツ履いてる。なんか黄緑。下着はいけないですね。こいた、こいたぞ。あ、なんか来ましたよ。イサキのスパイス焼きです。なんつった？イサキの何？スパイス焼きです。イサキのスパイス。これスパイスは？前髪さん。前髪さん。はい。スパイスは？何のスパイス？スパイスはちょっとピリッとしてるスパイス。前髪焼くじゃない。いい香りじゃよ。やめちまえもう前髪。ちょっと勉強します。綺麗だね。すごい。匂いさせてください。なんかね、温泉に来たような気分になっちゃった。匂いで当ててください。何を？スパイスを。はい。いや、わかんない。でもちょっと魚醤っぽい匂いします。来て、来た来た、入ってる、入ってた。あなた詳しいね。綺麗に取り分けてくれるのかい。やりましょうか。ありがとう。うわ、うまそうだよ。これはちょっとね、手元を取ってあげてくださいよ。ちょっとこの人の魚のさばきはうまそうだよ。そんな工夫しなくても。わあ、一回パクチーどけます。パクチー俺大好きだからね。後でいっぱい乗せておくれ。はい。うわー、うわー、なんか綺麗だね。綺麗。あなた、またうまいね。ちょっと、じゃあ、何男さん。よろしいですか、私がお先に。パクチーいっぱいの。あなたたちのパクチーがなくなりましたよ。いや、いいです、いいです。ちょっとそれやってください。本当ですか。あったかいうちに。ありがとう。すごい。じゃあ、いただきます。変えないでいいですか、皿は。大丈夫です、うん、大丈夫、大丈夫。いろいろスパイスが積み重なって逆にうまいかもしれんの。いただきます。ノーってそういう喋り方だ。なげ。大倉さんはこれは食べたことある？ないです。いただきます。じゃあ今回初めてです。イサキの結構メニュー変わるから。あ、季節ごとに。へえ。驚くよこれは。ちょっと食べたら。行きたい。うわー、ね、なんか口の中にふわっと広がりましょう。あ、カレーの味しますね。うん。うん、カレーの味はもちろんするけども、うん、口に入れた瞬間に、うん、うわーっと口の中に広がるスパイスの、これは一体何だ。これもタンドールで焼いてんですか。はい。でプリップリだろ、うん、身が。だからあのタンドールだから、うん、あのいわゆる片側から火が入るんじゃなくて、これ輻射熱で火が入るんで、多分一気に火が入るからふわっとなって水分が出ちゃわないっていう。なんでそんな詳しいんですか。タンドールってそういうもんですよね。だってあなた彼が持ってるんですか。詳しくて当たり前じゃないですか。個人で持ってる人はいない。家には置けない感じなんですか。水野仁介さんぐらい。ああ、何人か知り合いに行ってます。水野さん家にあるんですか。家にありますね、水野仁介さんは。カレーお悩み相談のコーナー。ツイッターネームエコーさんから。口ぶっといてますけど大丈夫ですかね。お家でもチャレンジできる白飯以外の主食的なものが知りたいです。白飯以外の主食、はい、あれですよね。カレーにかけて、なんとかってことですよね。カレーをかけて食べるのに何か、はい、サフランライスとか、そういう典型的なものだよね。そうですね。じゃあサフランライスでもいいんだよね。はい。
何でもいいしね、チャパティでもいい。なんとか作れるんですか。なん作れないですよ。さすがに作れない。でもいや、ナンは無理だけど、タンドール使わないなら、なんかチャパティとかいうものなら作れるかもしれない。チャパティ作る、作ったことはない。ないですけど、まあ、そこまではないのか。直火でやればできるから。なんか お店とかでこうナンをこうパンパンパンって叩いてこう焼いてるの見るとできそうだな。本当に思いますよ、ね、思う。俺もともないできねえだろうなと思う。やらないけどこうパンパンパンってやってこう焼いて、焼きたてがすごい。自分ができそうだと思うわけでしょ。でチーズとか入ってると、なんなんて俺も作れるって思ってるってことですか。はい。何ぐらいは。いや難しいでしょ。できそうと思ったことないな。え、何を理由にできそうと思ってた。そうなんですよ。なんかこうパン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 ってやってこう手でこねてから同じこと言ってんじゃないですか。お、これから始めようかなみたいな。それからは作れないけどさ、そこに行き着くまでの過程があるから、それはそれも踏まえた上でできそうと思ったんでしょ。そしたら普通の僕はあれですね、食パンとかつけて話変えた。話変えた。普通のチョコ話変えましたね。とかつけて急に白飯以外の主食的なもの。白飯以外の主食的なものなんかあるか。まだインドは小麦系はね、よくすごい豊富ですしね。うん、豆粉、米粉も使いますし。そうだよね。別に豆腐とかにかけてもうまいと思いますけどね。あ、それうまいね。うまいそうだね、うん、豆腐の豆腐。豆腐いいじゃないですか、うん、どう。豆腐じゃあやってみよう。ありがとうございます。そういえば今日カレー頼んでないですよね。あ、カレー頼みましょう。そうだよ、ここのカレー。そうなんです。あまり大切に聞こうとしないね、あなた。友達いるの。前菜しか頼んでないですね。おかですよね。ちょっと簡単にあしらうね。もうちょっとちゃんと話してもいいよね。友達はね、いなくていいですよね。僕今考えとる。あ、カレー、そう、まあいいです。カレーを頼みましょう。僕気になったのがもうあります。ナスと梅干し。それね。イワシとオクラ。それ言っておきましょう。それカレーなの？ダール。そんなカレーがあるの？それは何につけて食べた方がいいんだろう。なんでいきましょうか。何がいいですかね。ライスもちょっと頼みます。何もいろいろ種類があるんじゃないのかね、はい、あ、マヨ納豆ナン。どうしますか。マヨ納豆ナンいきたいですよ。マヨと納豆。何回言うの。海苔チーズナン、うまそうですね。じゃあ頼みますか。はい、はい、じゃあナスと梅干しとイワシとオクラ。タコと冬瓜っていうの。僕ちょっと気になってますよ。ね、タコ。タコと冬瓜。そしてナンを、ノーマルもいきますこれ。ノーマルもいきましょう。ノーマルハーフ。はい。とアビーさんどれいき。マヨ納豆ナン。僕はでもそんなにいっぺんに頼んで大丈夫かい。徐々にね。うん、大丈夫か。何がおすすめですか。ナンはあのキノコ、はい、キノコガーリックをお願いします。今回のタンドリーズはここまでです。次回はヘンドリックスカリーバーさんの絶品カレーがついに登場。お楽しみに。初めて食べたよこんな味。おいしいぞ。カレーにカレーを食べて放つカレー趣味のブハってなってる僕たちがタンドリー